はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第17やっていきます。なのでこの状態でねテストしたい方はぜひ止めてやってみてください。では、独断と偏見で選んだ10単語ですね、まあ、中学校で習う10単語です。やっていきますのでよろしくお願いします。よし、まず1番いきましょう。これ発音が reason です。 reason で、意味が reason は理由です。まあ他もあるんですけど、メインのものだけ書いていきます。理由で、次が nature です。 nature で、 nature はこれで自然だね。 nature で自然で、次が animal です。 animal で、まあアニマルっていうとすごい親しみがあるね。まあ日本語でもアニマルって使いますけど、意味は動物です。アクセントがここに来るのでアニモとなります。で、次もね日本語ですごい使います。で、普通に読みたくなるのはホットなんだよね。で、自分ずっとホットって読んでましたけど、正しい発音はハです。ハッとなります。ハッ。ただ日本語のホットでイメージすると意味はね覚えやすいですね。暑いです。物が暑い時も天気が暑い時でもどっちも使えます。暑い、ハットですね。で、次がホームワークです。ホームワーク。で、これがまあ学生のみんなはね親しみのある宿題です。ホームワークで宿題。これワーク取るとホームになるんでね、これ家とかって意味になるんですけど、ホームワーク、宿題です。で、6番、次がペアレンツです。ペアレンツで、ペアレンツで両親となります。で、これもともとペアレントっていう単語に S がくっついてるのね。ペアレントだと親とかってなるんですが、まあペアレンツで出てくる方がすごく多いので、今回こっちで乗っけちゃいました。ペアレンツ、両親ですね。で、7番がクレバーです。クレバーで、クレバーはまあ賢いとかでもいいんですけど、まあ使いやすい方で行くんだったら頭が良いですかね。クレバーで頭が良い。で、8番が language です。 language で、これが言語ね。 language で言語です。で、9番が enough ね。 enough で、これが、まあ、キーワードとして覚えてほしいのは十分で、まあ十分なとか十分にとかで使うんですけど、まあ結構組み合わせで使ったりもするんですが、まあ、ひとまず enough、 これが十分というキーワードで覚えてもらえたらと思います。で、最後ちょっと長めですね。これで detective です。 detective、アクセントがここに来ます。 detective で、これはですね、とあるアニメが好きな方はねちょっとピンとくる方もいると思うんですけど、まあ、とあるアニメとか言って普通に言うね。これコナンなんですけど、コナンのサイトとか見てもらえると、ディテクティブコナンって書いてあるんですよ。まあ、コナン探偵なんでね。その探偵。あと、刑事っていう意味もあるんですけど、ひとまず探偵の方がメインで使うので、今回探偵だけ書いておきます。まあ、もし頭の片隅に刑事という意味もね、置いといてもらえたらとは思うんですが、ひとまず、まあ、コナンと繋げてください。好きな方はね、自分は好きなんで繋げて覚えてますけど。まあ、今回はこんな感じの10個とさせていただきました。で、前回、前々回かな、結構、ね、途中いろいろ含めて喋ったんで、今回あまり喋るもののないような10単語にしたんですが、また次回とかから、まあ単語についてちょっと詳しく喋ったりとか、おまけで喋って長くなっちゃうこともあると思うんですが、まあ今回みたいにすごい短かったり、8分とか10分とかなっちゃうような時もあると思うんですけど、まあ、うまく動画ね、こう作っていこうと頑張りますので、もしよかったらね、今後見てやってください。では次回も、今回みたいに、まあ、名詞とか、ね、関係なしに独断と偏見で選んだ中学校で勉強する10単語をねやっていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。